でもやっぱりサッカー選手としてのなんかこうヨーロッパで大きくなってプレーしてワールドカップに出て優勝するっていうような目標を立てたっていう記憶しかないんで、その前になるとそれを決めたのが大体小学校高学年だったってことははっきり覚えてるんで、僕にとってはまあそれが最初の夢だったかもしれないですね。僕ジュニアユースガンバ大阪ジュニアユースでプレーしてたんですけど、そこからユースに上がれなくて、祖父母と一緒に生活してて、祖父母はユースに上がれないなら、まあ、大阪の高校いわゆる公立ですよねを選びなさいっていうふうにアドバイス当時されてたんですよ、まあ、アドバイスというかもうプッシュでしたよね。要はプロを諦めなさいっていうようなメッセージとも受け止めてたんで、僕は全然認めてなくて、まあ、父親をなんとか口説いてですね、お金のかかる、私立石川の星稜高校に行かせてくれということを申し出たんですけど、あそこは一つのやはり中学校3年生で、自分自身の将来を真剣に信じてこうどこに行くかっていう細かい戦術論、まあ、戦略ですよね、まあ、マネジメントできたっていうところをがまあ非常に重要だったかなと、まあ、そこでなんとなく周りのアドバイスに左右されてたんでは今の自分は間違いなくなかったと思いますし、オランダからモスクワに移籍した時だったんですけど、もうワールドカップを半年後に控えてて、僕まだその時、試合にも後半途中から出るような、状況だったんですけど、まあ、なんとかね、メンバーにも選ばれたいし、なおかつレギュラーにもなりたいということで、正直ヨーロッパに来た選手がモスクワに行くって、まあ、お金目当てであったり、年齢が割ともかさんで年金もらいに行くようなリーグっていう、特にオランダリーグでプレーしてた時は周りからそんな風にも言われてたんで、オファーが来た時はすごい悩んだんですね。でもその時も同じで周りに左右されず、周りはステップアップとしていく国じゃないっていう風に言いましたけど、でも僕自身がそれは周りが決めたことであって、僕が向こうで成功すればまたヨーロッパの舞台、それも自分が望むようなクラブでプレーできると、うん、そう信じてあの時も決断したんで、まあ、あれもあの決断もで、まあ、結果論ね、ワールドカップに出場できましたし、試合にも出してもらうことができましたし、うん、まあいった一つ一つの自分を信じた決断というのは今のところこう、うん、運に恵まれているというか、うん、いい方向に向かっているんで、この自分で決断するというところを大事にしたいなというふうに、うん、思ってます。挫折がもうありすぎて、どれを挫折と言っていいかわからないですけど、やっぱり中学校3年生の時にユースに上がれなかったのはすごい傷つきましたね。認めてなかったものの、俺はまだやれるんだって自分で気張ってたものの、やっぱり周りに 5,6 人上に上がった選手がいたんで、その選手よりも自分を劣ってるっていうのを突きつけられた評価だったので、すごい悔しかったし、なおかつ祖父母からは、もうユースにも上がれないんだから、大阪の高校公立で、まあ、サッカーそこでもできるんだしやりなさいって言われたのも、もう本当にもう家族からも見放されたような感じはあったし、でも信じれるのは自分と、うん、その自分のね将来に自分がこうなりたいって思ってる夢だけだったから、うん、そういう時は確かに夢の存在は僕にとって非常に大きかったかもしれないですね、うん、もう
ぶれそうな時も夢があったから、小学校高学年の時に自分が立てた夢があったから、もう本当呪文のように唱えてましたね。もういや大丈夫大丈夫、これを俺はやるんだ、やって自分ならやれるんだっていうように、困った時ほどそれにすがってたというか頼ってましたね。代表だと昔から言ってるんですけど、ワールドカップっていうものが一番すごい大会だと思うし、そこで優勝するっていうことは小さい頃からの、まあ、僕の夢でしたね。でその気持ちっていうのが大きくなってくると丸くなって現実を見始めるかなと思ってたんですけど、僕の場合ちょっと不思議でそんなことなくて、もういよいよ半年後に迫ったワールドカップなんですけど、気持ちがどんどん強くなってきて、本当に実現したいと、まあ、そういうふうに願うようになってきました。感じることは本当時間の大切さといいますか、あっという間に時は過ぎるなって思ってるんで、ついこの間南アフリカワールドカップをプレーしたような、そんな記憶が頭の中にあるのに、もう半年後には次のワールドカップが迫ってる。で自分自身ももう27歳になって、来年20、ワールドカップの年は28歳になる年なんですけど、やっぱラストだと思って、やっぱり大事に日頃からのトレーニングを大事にしないとっていうふうに思ってはいます。慣れには気をつけてます。エネルギーですね。まあ要はエネルギーがないと人って生きれないと思うんで、睡眠とかご飯とか本能にあるものもそうだと思うんですけど、それとは違うその理性で自分が立てた夢、それが非常に僕にとっては本能とは別で、なくてはならないような存在になってるんで、いつでも自分に与えてくれるエネルギーかなという、そういうふうに思ってます。夢は確かに持って全て叶うとも僕は思ってないんですよ。ただ叶える人っていうのもいるわけで、その人と叶わなかった人の違いは何なのかなって考えた時に、やっぱり本当にそうなりたかった人が、本当にそれを叶えたかった人が夢を叶えてて、やっぱある程度、ちょっと疑ってたり自分自身をね、疑ってる人っていうのはやはり目の前の努力がちょっと怠ってしまったり、慣れてしまったりっていうので実現しなかったと僕はそう思ってるんで、夢はでかく持っても僕は叶えることが可能だというふうに思ってるんで、皆さんも現実的な夢を持つんではなくて、人に笑われるぐらいの夢を持って、それに向かっていかに自分自身を信じれるか、本当に叶えたいと願えるか、それが僕は大事なんじゃないかなと思っているので、皆さんもできたら大きな夢を持ってほしいなというふうには僕も思います。